ズバイル諸島に形成された新島。ラグド島の北北西0 5トルに位置する。ズバイル諸島は、航海に位置する火山島のグループである。海底の縦状火山を基部に持ち、その標高は、海抜1 9 1ルに達する。有史時代において何度か噴火を繰り返している。ズバイル諸島は現在イエメン領に属する。最大の島は、 比較的新しい島の一つであるズバイル島である。他にはセンターピーク島、サバ島、ヘイコック島、サドル島などが存在する。サドル島は幾度と噴火を繰り返してきた。これらの火山島は北北西から南南東方向に広がるリフト上に分布している。当初は爆発的噴火によって誕生したが、その後の旧式の間に海岸侵食が進む。 その後、爆発的噴火と流出性噴火の両方が頻発する時期が続き、スターク群島、バーレン群島と呼ばれる島々が生まれる。この活動期は今日まで続いている。1824年にサドル島で小規模の噴火が起こった。しかし1846年8月14日に噴火が起こったという記録もあり、定かではない。二千十一年十二月十九日。 海底から火山の噴火が確認された。観測衛星はヘイコック島とラグド島の間の海上から立ち上る噴煙を捉え、周辺海域では漁師が高さ30メートルもの溶岩噴泉を目撃したという。この噴火により、ラグド島とヘイコック島の間に新しい島ができた。噴火口に流入する海水によって水蒸気爆発が起こり、噴煙によって 大量の蒸気と火山灰が放出された。2012年1月12日の時点で、新井島は幅5 3 0 x 7 1 0ルほどにまで成長し、その後は流出性噴火が続いた。この新井島は昭蘭島と名付けられた。2013年9月28日、前回の噴火地点の南西から海水の変色と蒸気が立ち上るのが観測された。科学者たちは、 噴火は海底100メートルよりも浅い海域で起こっていると推定し新たな水蒸気爆発が発生した可能性があると発表した。噴火活動は10月まで続き、その噴煙は衛星写真や周辺に住む人々が撮影した動画によっても確認された。10月下旬の時点で噴煙が立ち上った場所に新島が観測された。 この時形成された新島はジョギド島と名付けられる。しかし、2016年の夏の時点で、ショーラン島含めこれらの新島は衛星写真から姿を消した。ズバイル諸島は現在無人島ではあるが、ダイビング、野生生物、ウォッティング、トレッキングなどを楽しむことができる。ありがとうございます。